九十三の地形図九十三は、大分県九州郡九十町と武田市九十町の境界に位置する山々の総称。最高峰は、九州本土最高峰でもある、中学、標高1791メートル。一般的には、火山群や周辺地域全体を指すときは、九十連山、その手法となっている一山を指す場合には、九十山も用いている。 国土地理院の火山と地上建図では、九重連山とひらがな表記になっている。日本百名山の一つに数えられ、一帯は、阿蘇九十国立公園に指定されている。山麓には古く旧武田両側に、九十三白水でえら、旧肥後両側に九重山、いのしシしかての二つの寺院が開かれ、三号をもとにした表記が、それぞれの地域に結びつくことになり、九重町では、 九十山、九十町では、九十山の表記が用いられるようになった。国土地理院の五万分の一地形図、宮原の初版では、標高1787.9メートルの霊峰、九十山、生成山や九十山などの霊峰の総称を、九十山と表記している。山の統一的な名称については、論争があったが、 旧名尾入郡九十町と九州郡九十町との合意で、黒岳、大船山、ひい岳、三つ股山、稲、星山、九十山等の山々の総称をひらがな表記で、九十連山とすることになった。これにより、阿蘇国立公園にこの地域を加えて改名するにあたり、名称を阿蘇九十国立公園とすることになった。また、某が鶴田で、 原のラムサール条約への登録名も、九十坊ガツルタで原出現となっている。気象庁ではこれらの山々の総称を九十山としており、研究者の論文の多くもこれに習っている。なお、宮城下祭流の噴出以降の火山活動で、形成された、飛散体を九十火山群という。十数個の飛散体が、東西1 3トル 南北1 0トルの範囲に集まっている。標高にして1 7 0 0ル前後のものが多い。西部には、九十山をはじめとする九十山系の山々が連なり、広い棒が鶴の草原を挟んだ東側の対面に、大船山を中心とする大船山系の山々が並ぶ。九十火山は、約20万年前に形成された、宮城火砕流体石物より、 上位の活動と定義される安山岩霊サイトを主体とする悲惨群である。宮城火災流体石物より、海の周辺の活動としては、30万から60万年前に、野東火山群40万から100万年前に、有害火山群60万から90万年前に時、山火山群80万から100万年前に、イノシシムタカルデラが存在する。 これらの火山も以前は、九重火山として含まれていた。活動の初期に比較的大きな火砕流を3回、噴出しているが、カルデラを形成した形跡はない。約5.4万年前にも、飯田火砕流、九重第一高架軽石などを噴出する、大きな噴火が発生した。現在見られる山々の内西側の九重山、清清山、三つ又山などがある。 九十三景は十三万年前から活動していたが、東の大船三系はそれより新しく二万五千年前から噴火を始めた。九十連山で最も東側にある黒岳は、約千六百年前の噴火によって形成されたもので、噴出量が一度例キロメートル3を超えるイベントの中では最新の山体である。山中には、 現在も噴気による立ち入り禁止箇所がある。火山噴火予知連絡会によって火山防災のために監視、観測体制の充実等の必要がある火山に選定された。この一帯は地熱地帯で、筋井温泉の近くには火山の熱エネルギーを利用して地熱発電する八丁原発電所、大竹発電所がある。九十三の北や南は緩やかに波打つ広大な。 草原となっており、落農が盛ん。またこの特徴を利用した観光牧場も多い。某が鶴山下に歌われた宮間霧島は、初夏に大船山や平治だけの斜面を赤く染める。その他にも岩鏡、つくししゃくなげ、つくし道段、苔モもも、松虫草、林道などが山中のあちこちに次々に咲く。 阿蘇市と別府市を結ぶ山並ハイウェイ沿線にある長者ヶ原や牧野と峠が登山口となる。九十山の北側に位置する長者ヶ原からは、某が鶴経由で大船山、九十山等へ、西側に位置する牧野と峠からは、九十山等への登山道が整備されている。九十山中にある北京温泉は、標高1303メートルの高さにある一軒宿。 交通手段はとのみ。九十三の中原を通る山並ハイウェイ沿いには、関の地獄温泉、清泉温泉などの一軒宿が点在する。少し離れた筋湯温泉は、打たせ、湯で有名だが、立派な宿泊施設が立ち並ぶ。湯部岳の山頂から見た九十連山。大船山系と九十三系の間の谷に、ラムサール条約登録湿地である某ガツルが広がる。 長者ヶ原から牧野と峠にかけては、山並ハイウェイの名で親しまれている、大分県道11号線が走る。写真左奥の祖母山系は、大分、宮崎県境に連なる山階である。ありがとうございます。